アワッシュ川下流域はアワッシュ川の下流域。また、エチオピア北東部にあるハダール村付近の一帯がユネスコの世界遺産に登録された際の名称。登録された主たる理由は、この地でアウストラロピテクスアファレンシスの化石人骨ルージーが発見されたことによる。ルーシーは、 アメリカやフランスの合同調査隊によって1974年11月30日に発見された化石人骨で全身の約40%の骨が見つかるという奇跡的な発見状況と350万年前の人骨という突出した古さから人類の進化を考察する上でまたとない貴重な証人となったのであるこの時の調査では 40人分の化石人骨の破片、計316個が見つかっているが、ルーシーほどにまとまった量が出土した個体は他に存在しなかった。ともあれ、この時に見つかった人骨は、アウストラロピテクスアファレンシスと名付けられることとなった。現在では、川を遡った中流域で、ルーシーよりも古い化石人骨が発見されている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、 以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。